空間における直線と平面の位置関係について、基本的にその3つの場合があるという分類についてお話ししましょう。まず直線を L とし、平面を α としますと、L と α が共有点を持たないという場合、その時にちょうど2直線が共有点を持たないという場合、平面上の2直線が共有点を持たない時に平行でといったのと同じように、空間内にある直線と平面が 共有点を持たないときに、直線 L は平面 α に平行であるといって、この平行の記号を用いて表すということですね。で、直線と平面が共有点を持つという場合については2通りあって、ただ1つの共有点を持つという場合が、まあ、1点で交わる場合ですね。それに対して、直線と平面が2点以上共有する場合には、無数に多くの点を共有するわけで、 その場合が実は直線 L が平面 α に含まれる場合ということになるわけです。直線が平面ですね、たった2点とか、たった3つの点とかだけを共有するということはあり得ないわけですね。もし2点以上共有するならば無限に多くの点を共有するで。だから共有点を持たない場合と共有点を1個だけ持つ場合と共有点を無数に多く持つ場合、この3つに分類される。 ということですね。これがまず第一の話です。え、丸3ページに進みましょう。直線と平面が一点のみを共有する場合で、特に大切なのは、直線が平面と直交するという場合ですね。まあ垂直であるというふうに言った方がいいかもしれません。え、直線 L、平面 α として、L が α に垂直であるとはどういうことかというと、さあそれは、 平面アルファ上のすべての直線に対して L が垂直であることである。こういうふうに定義するわけです。と、皆さんの中に、この図のように L と平面アルファとの交点を通るいろんな直線、で、それと L が垂直であるっていうのは、まあ、まあ、認めたとしても、え、アルファ上の、えー、L と平面アルファとの交点を通らない直線はどうなのか、ということを心配になるかもしれません。えー、この平面アルファ に含まれてですねエルトの交点を通らなないような直線考えてやるとそういう直線の場合でもルと直行するのかというと直交するわけでありまして空間において2直線のナス角というのを考える時に適当に平行移動して交わらせてでその上で角度を考えてよいんだということを前回お話ししましたでその考え方をここでも使うわけですねこの図では 平面 α と直線 L との交点を通る平面 α 内の直線が3本書かれていますけれども、この交点を通らないような平面 α の直線であっても一向に差し支えないということです。で、この定義にはとても大切で、えー、平面 α の全ての直線と L が直交するときに平面 α と直線 L が直交する、垂直である。そういうふうに言うんだということです。これは、 言葉の定義ですから、しっかりと納得してもらわなければなりません。その次には、直線と平面の垂直について成り立つ重要な定義がありまして、今、本来は直線 L が平面 α と垂直であるということは、平面 α 内の全ての直線と垂直だっていうこと、それが定義だって言ったんですけど、実は全ての直線と垂直であるっていう必要がないっていうことですね。 すなわち、直線 L が平面 α 内のですね、平行でないような2直線。この図では M1、M2 っていう直線ですね。M1 とも垂直、M2 とも垂直。たった2本と垂直っていう条件が確立されるならば、それだけで L は平面 α と垂直である。言い換えれば、平面ァ上の、あるいは平面 α 内の全ての直線と L が垂直である。ということが言える。 ということですね。このような二次元の平面に見取り図で書くとちょっと納得しづらいことですが、皆さんが机の上に棒を立てて、鉛筆のようなものを立てて、えー、机に垂直にちょ直線を下ろして、で 平面内の机の上の直線と垂直っていうこと考えてみれば容易に納得できることだと思いますで。この定理って書いてありますけど、これは平面というのが基本的に二次元というふうに言われているもの。二つの方向で完全に決まるっていう、そういう性質を持っているということにまあ基づいているわけですね。えー、ですから、 二本の平行でない直線に対して垂直だっていう条件だけで平面内の全ての直線と垂直であるっていうことが保証されるということです。